東京都の小池知事は先ほど午後2時からの定例会見でオミクロン株に感染した20代の女性の濃厚接触者だった20代の男性についてオミクロン株への感染が確認されたと明らかにしました男性は海外から帰国して自宅待機期間中だった女性と8日と9日に会い10日に発熱などの症状がありましたが12日には 川崎市の都道力陸上競技場でサッカーの試合を家族と観戦していました。